面白い相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だけど、また会いましょう。行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。お前は世界を破滅させるぞ。いや、わしは世界を救う。裁きの時を待とうぞ。最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。お前たち全員がそれを望むか。大丈夫？シャーリーは？シャーリー、おい、シャーリー。きっと大丈夫だ。時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもおかしくないわ。すぐにここを離れないと。いや、それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。あいつを頼む。ジーク！お兄ちゃん、置いていかないで。一人にしないでよ。お兄ちゃん、ね、お願い。おう、やっと来たか。シャーリーの意識は戻ったの？意識は戻ったが、体が衰弱してる。しばらく休養が必要だ。エルリックさんも来てるのよね。ハンナがそう言ってた。ええ、中がどうなってるか考えるだけで恐ろしいよ。きっと大混乱だろうな。それって、おいおい、君も知ってるだろう。フレアと我らがオフィサー殿との関係は。そうでなきゃ俺がなんで外で待ってるんだよ。急いで中に入ろう。
これ以上遅れたら取り返しのつかないことになる。博士、落ち着いてください。とっくに冷静よ。それとも何？落ち着いていたらいけないとでも？いえ、そういうわけでは。争うつもりはありません。ただ、提案を検討してくれませんか？あなたたちを信じてたわ。でもその結果は？申し訳ございません。ねえ、エルリック長官。最近ようやく気づいたの。あなたたちに期待したのが花から間違いだったわ。あら、あなただったの。今日は千客万来ね。気がめいらないお客さんは初めてだけど。ああ、うん。話し合いはどう？うまくいったかい？さあ、どう思う？いや、その…助けてあげるのはシャーリーっていう子に免じてよ。あなたたちのためじゃないから。博士、ありがとうございます。いいのよ。ただもう誰にも私と同じ思いをしてほしくないだけ。フランスさん、全員揃ったから今ある情報をもう一度説明してくれ。じゃあジークが消えた時の時空乱気流から始めよう。特性パラメータを解析したところ、ジークが別の宇宙に送り込まれてしまったことはほぼ確定だ。基地の宇宙と比較して今回の時空乱気流のスペクトルと最も近いのがベラと呼ばれる宇宙さ。ハガードは3年ほど前に初めてベラの緯度座標を特定した。そしてエクセキューターマークが率いる小隊が調査に向かった。ただ2年前ベラの座標にズレが発生し、その宇宙との連絡は一切なくなった。でも今回の時空乱気流のおかげでベラの位置を再び特定できるかもしれない。フランツさん、お兄ちゃんはそこにいるよね。保証はできないが、その可能性は高い。ベラの位置を再特定してマーク正体と連絡が取れれば。これについてはクレアちゃん、偉大なるドクタークレアが力を貸してくれるよ。この分野ではクレアの右に出るものはない、ね、喜ぶのはまだ早い。今は最善を尽くすとしか言えないわ。でも夢を見すぎないでほしいの。最後に待っているのは絶望かもしれないから、どうかお願いします。そしゃ、俺たちの和解と友情の証としてこれから。もう遅いわ。他に用がないのなら先に帰って、何かあったら知らせるから。分かったよ。じゃあ後でね。博士、感謝いたします。どうしたの？回復はまずまずといったところね。生体金属の拒絶反応はコントロールできるレベルまで減少しているわ。ただメンタルに関してはあれだけのことを経験したんだもの、回復には時間が必要よ。心配ならあの子に会っていけば。
心配してくれてありがとう。体調はだいぶ良くなったみたい。ケイトス島を出るってこと？うん。気持ちを整理するにはいいかも。ちょうどどうしようか迷っていたことがあるの。この前、許しの天使の一人から通信があって、私と話がしたいみたいだった。許しの天使には特殊な電波送受信機能があるの。私たちにだけ聞き取れる周波数を使えば、簡単に通信できる。自己暗号化された連絡手段みたいなものね。でも、さすがに相手がね。だから、まだちょっと安心できない。よかったら、あの人たちに会いに行くのに付き合ってくれないかな。